はい、どうも、皆さんこんにちは、アニメ妖怪ウォッチ妖怪学園 YN との遭遇、こちらのね、第36話がね、先日放送されまして、まあ、またもやね、新展開を迎えてきましたので、まあちょっとそのね、考察というか感想というかね、ちょっとお話をねしていきたいと思っておりますので、またいつものごとくね、まだ知りたくないよって方はね、ここで閉じていただければなと思います。はい、じゃあそしたら今回もよろしくお願いします。一応前回のね35話でね、なんとラント君がやられてしまって、かつね記憶をみんな消されちゃうんだよね。ただこのクーカちゃん、クマコちゃんだけはこのバリアがいつものことかあって、消されてないんだけど、であとね、黒星ナユがこのクーカちゃんにね話があるっていうところで前回は終わりましたね。というわけで今回第36話、その時最強の猫が誕生するでしたね今回。ということで、なんかね、穏やかな日常を過ごす仁平くんたちなんだけど、何か大切なことを忘れてる気がする、してなんかモヤモヤしていると。で夢の中でね、ナユなんだけど、思い出してあなたたちのやるべきことをというね夢を見て、なんかねやるべきことがあるんじゃないのって思い出すっていうところなんだけど、どうもね思い出すことができなくて、なんかねメダルもなんかこうやって消されちゃ、記憶とともに消されちゃってるんだなっていう感じなんだよね。で一方ね、エレナたちに封印されてしまったゴロミちゃんたちは、まあ、封じ込まれちゃったねゴロミちゃんたちは、脱出しようとね試みるんだけど脱出できなくて、だけど3人が合わさったことによって、なんとねあっさりミケッティオが、はい、復活して、でねこのミケッティオによって結界からね、脱出することができました。ただねまだなんかどっかで聞いたことあるセリフだけど、まだ体が馴染んでないっていうことで、フリーザが変身した時に言ってたっけね、すぐね、ミケッティオは解かれちゃうって感じで、3人はね3匹と言ったらいいのかな、はい、すぐ元に戻っちゃうんだよね。でただね、まあ一応みんなに会いに行こうっていうことで、まあイズナがキュービに会いに行ったり、あのバケーラたちもね迅平たちに会いに行くんだけど、みんなに気づいてもらえないと。で強烈なおならをかましても気づいてもらえないし、なんかチューチュードレイみたいなのを踊っても、これでもなんか今後なんか変身で意味を成してるのかなってちょろっと思うんだけど、気づいてくれないということで、みんなは途方に暮れちゃうんだよね。そして一方ね、閉じ込めた怨霊たちがどうしてるのかなってエレナが見に行ったところ、彼らがね、逃げ出していないということが分かって、エレナはね、この犬のドーベルの、ね、せいだと思ってて探りに行くんだけど、そんなことはなくて、ただドーベルがね、俺の戦いたい高い戦闘力の持ち主になんか会えるチャンスみたいな感じ、そんなことを言って、そうなんだよ、これドーベルが自らね会いに行くんだよね。ということでね、ドーベルは強いやつと戦いたいために、バケーラたちのねところに行くんだけど、まあねバケーラたちの抵抗を虚しく、まあ、彼らねやられちゃいそうになるんだけど、モモの後ろ姿面白いな。またね3匹が重なり合うことによってミケティオにねまた復活することができて、ミケティオはとても強い。そしてね、エマちゃんがに取り付いてるというかね、エンマが出てきて、ミケティオのね、復活を彼らもね気づくことができます。で一応なんだっけな、妖魔界の極悪妖怪ランキング100年連続1位とかなんかそんなこと言ってたけど、まあ、ここでエンマがね、結局まだヌラリも出てないんだけど、まあミケッティオは強いけど味方なのか敵なのかみたいなね、ことを言って、味方だったらいいけど敵だったらねみたいな、そんなところで戦いは戻りますと。でまあミケッティオはねまだ体がね、うまく
馴染んでないけど、一応ハンデでお前ぐらいちょうどいいやぐらいなことを言ってて、今回ねミケッティはまだまだ強くなりそうな、まだまだ強さはあれ奥があるぞっていうところを見せつつ、ドーベルを追い込んで、でドーベルを追い込んだ時にね、なんか彼はもともとドギー製って言ったかな、ドッグのドッグだからドギー製の出身で、なんか彼らも同じように侵略者によって、侵略者こいつマゼラン、でもこいつもなんか犬っぽいけどね、どうなんでしょう。はい、というわけで、まあ侵略者によってやって、彼らのねみんなの助けによって、ドーベルは生き残ったということで、その仲間のためにも死ぬわけにはいかないって、おいおいお前が喧嘩売ったんじゃねえのっていうところなんだけど、ミケっていうようにねあっさりやられちゃうんだよね。これなんですかね、こうベジータのような生い立ちなのか、ピッコロさんのような生い立ちなのかあれですけど、はい、なんとあんだけ強さを誇ったドーベルがあっさり、そしてこの最後泣いちゃう、最後泣くって何、人造人間19個だっけ、なんだっけな、なんかこんなの見たよね、誰だったっけね。はい、ということであっさり最強傭兵ドーベルがミケッティオにねやられてしまいました。でただね、まだそのミケッティオの体に対して馴染みがね、体が馴染んでなくて、それのね要因については、バケーラと出てきちゃおうとしてんだけど、そうご主人とのね絆があるから、これをね断つ必要があるということで、次にねミケッティオはジンペイを狙うぜっていうところでね、今回のね第36回が終わりましたね。あ、そうだ、さらにねもう一個 UR ウォッチもねついに完成したとね、クーカちゃんが言ったところで36話が終わりました。その時最強の猫が誕生するということで、今回はねもうなんかドラゴンボールのようで、あっさりなんか強いやつが強いやつに乗りね、どんどん乗り換えられちゃうみたいな感じで36話が終わりました。正直ね、ドーベルがこんなあっさりやられるのかなと思ったけど、本当にやられちゃったなっていう感じですかね。ドーベルにはいろいろ生い立ちがあったようですが、これで特にどうなんでしょうね、説明することなくなんか終わりそうな予感がしますね。はい、そして次回注目のね第37話取り戻せ俺たちの熱い日々ということで、ついにね、ミケッティオはジンペイを狙っていきます。妖魔界最強最悪最強極悪ランキング100年連続1位の座を誇る妖怪ミケッティオが姿を現した。ミケッティオは自分の体と魂を不安定にしている人間、すなわちジンペイを始末しようと、突如襲いかかってくる。ミケッティオの姿が見れないね、ジンペイは、ただならぬ恐ろしい殺気だけを感じ取って、とにかく学園中を逃げまくる。このままでは人兵が危ない。そんな中、首輪のようなものを手にした空花が人兵の元に駆けつける。次回はついに、新しい、どうなんでしょう、これドーベルのお兄ちゃん、どうなんでしょうね。フュージョンが終わって、ドーベルのお兄ちゃんがいて、まあこのミケッティアも戦うんでしょうね。ただやっぱり限界が来るのか、そしてエレナがねまた変身で今回来週次回は出てくるようですね。そしてついに思い出したんでしょうね、ジンペイが、ということでボーン。はい、というわけで次回アースウォーカーに変身ということで、まあ一応赤と青と黄色があるから、ミケッティをねのメダルを使って UR ウォッチで変身するのかな。そして、この鍵を握るのがさっき言ってた、この首輪のようなもの、多分これだと思うんだけど、これをつけると、おとなしくできるのか、従いさせることができるのか分かんないけど、はい、ウォッチとミケッティオ、ジンペイでね、あ、そうか、誕生のような感じがしますね。そして、なんかいろいろ含みがあった、ドーベルはもう
さよならなのかなんかあるのか、まああんまり気にしてはいないけどね。そして侵略者とやらね、フリーザじゃなくてこのマゼランね、うん、マゼラン、はい、今後どうなってくるのか。ラント君に続いてね、ドーベルもやられちゃってことで、来週次回はどうなっちゃうんでしょうという感じで、うん、面白くなってきましたね。はい、で確かこのアースウォーカーのね、なんかメダルとかなんかその辺のウォッチとかね、その辺は確か金曜日に放送があって土曜日にね確か発売があったはずなんで、あのアマゾンっていうかサイトを見ればね確か出てたので、はい、予約する人はもう予約できるみたいなんで予約してみてはいかがですかね。はい、じゃあ今回こんな感じです。あんなに強かった、圧倒的強かったやつは圧倒的な強さでやられちゃうっていうよくあるパターンなんですけど、はい、次回ね、アソーカ誕生するので楽しみに待ちましょう。なんか侵略っぽい、侵略してくるっぽい感じはするますよね。なんかピッコロさんの修行場所みたいなところは感じるけど、ドーベルの仇って言ってなんかやってきそうな感じはありますね。はい、気候派が漂う、これは妖怪ウォッチだっけっていう感じだけどね。はい、次回も楽しみにしましょう。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、どうなんだろうね、今回のミケッティオみたいに早く誕生するのか、番組の最後で誕生するのか、はい、どうやって記憶を取り戻すのか、そちらもね注目したいと思います。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。いやー、いろいろ進んできましたね。いつまでやるんだろう。